はいどうも、ノラです。ウミガメのスープやっていきましょう。いや久々ですね。なかなかできなくて申し訳ないですね。いや今年はウミガメのスープお世話になりましたね。うん、まあね、今年最後のウミガメなのかな。一年の締めくくりということで、まあウミガメは絶対やろうと決めてたので、はい、やっていきましょうかね。いや、だいぶ時間空いちゃいましたね。なかなかやる時間が取れなくてね。来年はもうちょっと頻度を増やそうかなっては思っているんですが。まあ、とりあえずやりましょう。両問題を探す。いや、おそらく今年最後の撮影なんでね。緊張してますね。なんか、謎の緊張感。さて、何やりましょうかね。まあ、いつも3問ぐらいやってて、まあ、今日も3問やりましょうかね。はい、締めくくりということで、いつも通りのやり方でいきましょう。まあ、いつもは難易度中ぐらい、簡単、難しいっていうのでやってて、まあ最初は 70% から 85% ぐらいですね。だから2問目が 86% 以上で、まあ最後にまあ 70% 以下の割りかし、まあ難しいのかなっていう問題やっていこうという感じですね。はい。ということで最初は 70% 以上、何しましょうかね。結構血だらけだって、なんか面白いタイトルだね。あ、これいいんじゃない？へぇ。まあ年末に血だらけってなんかな。被害者確保。警察24時的な衝撃的なスキャンダルだって。いやー、なんか気になるタイトルだね。1500人挑戦してんだ。へえ。何しようかな。象徴的な天候変化。なんか語呂がいいね。面白いな。どうしようかな。まあ一番最初の目入って、これ結構面白いタイトルなんで、これ行きましょうかね。結構血だらけだって。何が血だらけなんだろう。はい、やりましょう。挑戦するを押してから問題を読みましょう。はい、謎解きスタートです。処女作ですって書いてる。作った方は彼さんですね。結構血だらけ、いきましょう。 A 君は家に帰ると自分の手が血だらけになっていることに気づいた。なぜだろう。え、これだけ。へえ。まあいろんな状況を考えられそうですが、うん、まあ初出題とあってね。いや、シンプルだね。うん、家に帰ると、あー、そうか、家に帰るまで気づかなかったんだ。そういうことか。手袋をしてたからかな。なんだろうね。うん、手が見えてない状態で家に帰ったら、まあ、手袋を取るから、その時に、うん、気づいたみたいな。まあ、とりあえず質問していこうかね。はい。まずは何について聞きましょう。血は本物の血ですか？ A 君の血ですか？あー、そうか、なるほどね。誰の血かって感じですね。うん。自分の手が血だらけ。うん、まあ、A 君の血なのかな？ちょっと聞いてみましょうかね。誰の血なんだ、これは。結構誰がっての大事なんだよね。そう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 。はい。イエス、ノー。イエス、ノーか。A 君の血もって書いてる。へぇ。複数あるんだ。血は手のひらに見て血だとすぐわかりますか？乾いていましたか？第三者の血ですか？大量についていましたか？手の甲について。あー、手のひらが手の甲か。赤いですか？まあ、見てすぐ血だとわかるのか。まあ、これだったら手袋してたのかなって感じだけど、ぱっと見わかんない感じなのかな。家の明るさでしか見えないとか？なんでしょうね。イエスだって。まあ、血は見ただけでわかる感じですね。血は乾いていましたか？手のひらか手の甲か。もうそれも大事か。まあ、ちょっと手の甲なのかな？ちょっと聞いてみようかな。自分と第三者の血がついてる？なんだ？何があったんだ？イエス、でも少しだけ。血は乾いていたか、時間が経っていたかどうかって感じですね。いつついたのか。弁の部分ですね。そう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 、最近というか、まあここ半年ぐらいやってる手法なんですが、まあ 5W1H 質問のやつに当てはめていくと状況整理がしやすいというかね。まあいつどこで誰が何をどのようにみたいな、なぜどうしたみたいな、そんな感じの条件を探していくと、意外とでかなんだ、まあそういう条件をまあ当てはまるように探していくと、なんかピースが詰まっていくというかね、状況が整理しやすいというか、場面が見やすい感じしますね。はい。まあおすすめなんでやってみてください。で、乾いていたかどうかは、when のやつですね。いつついたのか、みたいな。乾いてた。乾いてた。ということは、時間が経ってるって感じですね。なるほどね。面白い問題ですね。乾いてるけど、まあ、血は見てすぐ分かって、手の甲に少しだけついてる。まあ、手のひらにもついてるかは聞くか。まあ、どこについてた？みたいな感じですね。ほとんどは手のひらでした。いい質問だって。いいですね。二つ目のいい質問かな。血は手だけについていましたか？あー、そうか、全身血だらけで帰ってきて、まあでも血だらけって書いてるからあれか、量は多いのか。家に帰ると気づいた。なぜだろう。
まあ星マークついてるんでこれ聞いてみますかね。手だけについていましたか？のふくらはぎや二の腕にもついていた。へえ。じゃあ結構だね。誰かを抱きかかえてたのかな。血、うん、あー、うん、A 君の血もなんでしょう。まあ A 君について聞いてないんで、まあ A 君についても聞いてみますか。 A 君は噛まれましたか？刺されましたか？殺されましたか？すごいな。傷つけられましたか？誰かを傷つけましたか？事故に巻き込まれましたか？事件性ありそうだよね。うん、なんでしょうね。 A 君の、うん、まあここら辺ちょっとはあれか、関係なさそうですね。え、事件なのかな。一回これ聞いてみる。まあ星マークが気になりますが、なんかの演劇をやってて、まあでも服を汚すのもなーっていうね。なんでしょうね。なかなかわからんね。の、事件ではない。事件ではないんだ。へぇ。噛まれましたか？刺されましたか？噛まれた犬ってこと？ちょっと星マークついてるんで、これ聞いてみましょうかね。親はもっとスッと解けると思ったんですけどね。なかなか、まあ久々っていうのも、っていう言い訳をちょっとしてみる。イエス、ミスリード注意。へぇ、噛まれたんだ。けど、まあ、なんか意味がちょっと、気をつけてねって感じですね。いい質問か。A 君は、痛みを感じていますか？これ本当に本物の血なのかどうか。まあそれもなんか質問あったね。それも一回聞いてみるか。それ最初にした方が良かったかもしれないですね。全体像がわかる質問というか。No。痛みは感じてない。第三者の血で第三者が傷つけられてる？A 君の血も、大量に、まあ、血だらけで書いてるから大量だよね。本物の血かどうか、これも聞いてみるか。でも事件ではないんだよね。噛まれた。噛まれた。噛まれた。なんだろう。本物の血か。へぇ。基礎質問なんかあるかな。場所ね。場所。場所は重要か。季節のもの？ホラー要素。もう本物の血なんだよね。日本国外。カニバリ。犯罪要素。時間帯。場所は重要なのかな。まあ、家では気づいたけど、外では気づいてないってことだもんね。ちょっと場所について聞いてみましょうかね。イエスのいい質問。場所は重要そうだけど、場所は、ずっと屋外にいても成り立ちますか？なるほど。ずっと家にいても成り立ちますか？帰ってきたから気づいた。いやー、全部聞きたいね。全部聞きたいけど、まず、まあ、家にいても成り立つか。あ、家と屋内は一緒か。どうなんだろう。家と屋内。家だから気づいた？自分の家だから気づいた？なんだ？イエスだって。まあ、屋外にいても成り立つか。まあ、屋内だからこそ成り立つか。屋外についても聞いてみよう。屋外だから見えなかったんだよね。なんでしょうね。イエス。じゃ場所はあれか。室内だろうが外だろうと関係ないんだ。でも家に帰って気づいたんだよね。まあ、でも全身血だらけだから、ふくらはぎや二の腕にもついてるから、なんか手どころじゃなかった。あ、手にもついてるんだ、みたいな。あ、まあ、手にもついてるんだってなったことは、え、何？ん？触れてはないってこと？ん？どういうこと？やべえ、沼にはまってきたね。なんだ？難しいな。6文字。何々だから。1、2、3。手袋じゃないもんね。なんだろうね。血は、第三者の血だよね。A 君もって書いてあるもんね。A 君の体に異変はありますか？ A 君は寒気を感じましたか？なんか増えてんね。持ち込みましたか？傷つけられましたか？寒気を感じましたか？どういうことこれ。インフル、ん？注射をして、でもふくらはぎなんだよね。二の腕につけて、ん？なんだ？よくわかんないですね。どうしましょうかね。の、寒気はまあ感じてないか。アホな質問しちゃったかな。かゆいですか？刺されましたか？落ち込みましたか？どういうこと？なんだ？よくわからんね。いや、難しいね。家に帰ると自分の手が血だらけになっていることに気づいた。なぜだろう。なんだ？ほとんどは手のひら、ふくらはぎや二の腕にもついてる。噛まれた。イエス。噛まれた。場所は重要だけど、まあ、屋外でも屋内でも成り立つ？まあ、全部聞くか、場所のやつ。屋内に行っても、家だから成り立つ？どうなんだろう。わざわざ質問が3つあるんだよね。いやー、でも楽しいね、ウミガメね。久々ですね、この感じね。なんだろう、なんだろうって悩む感じね。屋内にいても成り立ちますか？の、あれ？ずっと屋内にいたら成り立たないんだ。なんでしょう。噛まれた。何の血だこれは。血は本物の血なんだよね。手のひらがほとんどだよね。
てっきり蚊に刺されたとかなのかなと思って、蚊を潰した時に、でも家に帰って、ずっと家にいてもずっと外にいても、成り立つけど、ずっと屋内にいたら成り立たない。家では成り立つ。なんだこれ。家にいても成り立つ。屋外にずっといても成り立つ。でもずっと屋内にいては成り立たない。なんだこれ。なんだこれは。ん、なんでしょうね。屋内と家の違いはなんだ、謎だ。大量についていましたか。赤いですか。A 君は持ち込みましたか。なんかこれだけ異様な質問ですね。まあ、質問で選ぶのも良くないんだろうけど、なんか、新しい情報入んないかなって感じで、これ見ましょうかね。結構血だらけ。の、持ち込んではない。やばい、余計な質問がどんどん増えていく。噛まれた、刺された。蚊に刺された？なんだ？蚊に刺されたからなのかな？蚊も噛むっていいよね。蚊に刺された。蚊なのかな？なんだろう。刺されました、イエスだって。でもずっと屋内にいてもあれだよね、蚊には刺されるよね。なんだ、まあでもあれか、気づかないとかなんだから、まあふくらはぎとか二の腕刺されて、まあ夏なのかな、露出が高くて。まあ季節も聞いてみるか、じゃあ。季節は重要ですか。これで質問、これで夏だったら蚊なのかなって感じしますね。で、蚊潰したらなんか実はめっちゃ血がついてたみたいな。え、嘘みたいな。イエス、あ、イエスだって。へえ。季節は夏ですか。これで夏だったらあれだね、蚊だね。でもなんでずっと屋内にいたら脳なんだ。イエス、びっくりマーク4つだね。じゃあまあいいや、シンプルにいきましょう。蚊に刺されたから。なんか過去の回答たちが並んでる。タピオカ二宮金次郎だって、面白い。歯磨き粉、文字が入力できないよ。蚊に刺された。あ、これ全部ひらがなじゃないとダメなんだよね。いや、最初の頃ね、これ漢字にしててカタカナか、なんか無限ループみたいな、懐かしいですね。はい、まずこれに行きましょう。回答ですね。蚊に刺されたからであってるかな。あ、これでいいんだ。へえ。なんで屋内はダメなんだ。まあ、家だとあれか、刺されるけど、でっかい施設、まあ、学校とか図書館とかだと蚊がいないってこと。まあ、虫除け対策してるかってことなのかな。まあ、とりあえず、はい、正解は蚊に刺されたからです。はいはい、まあ解説いきましょう。蚊に刺されたからである。とある夏の日に虫取りをしに外出した A 君は虫除けをつけなかったせいで、当たり前ですね、かっこ注意書きが、まあ、虫取り行けなら虫除けしましょうって感じですね。手や足を蚊に刺されてしまった。何回かは気づいて蚊を叩いて殺したが、どうもその蚊はたらふく血を吸った後だったらしく、手のひらは血だらけになってしまったのだった。なるほどね。はいはいはい。いやー、時間かかったね。下から数えた方が早い。16分。分かった人は20秒で解けてんね。なるほどね。はいはいはい。ちょっとね、考えすぎましたね。しょぼ。まあまあいいや。ちょっとね、屋内屋外でちょっと、ん？ってなっちゃいましたね。まあ、他のとこだったら、あれか。あ、ドラえもん愛好家さんがいる。あ、いつもお世話になっております。まあ、いいねしとこうと。なるほどね。まあ、屋内だったらあれか。施設ってことだよね。で、虫除けをしてるから、まあ、蚊はあんまりいないだろうっていう感じなのかな。まあ、血だらけになるほどはいないか。あ、そういうことか。そういうことか。血だらけになるほどっていう。そうか。そういうことかね。なるほどね。やっぱドツボにはまっちゃった。はい、問題2ページへ戻りましょう。ちょっと悩みすぎたね。まあ気を取り直していきましょう。2問目はまあ85倍以上ですね。解けやすい問題いきましょうかね。サクッとウミガメ謎解きは乾杯の後で。おお、ちょうどいいのが目の前に。どうしましょう。とりあえず下まで見ますか。ああ、こうやって一回やったやつは色つくんですよね。いや、いい機能ですね。冬はこたつでアイスだって。ああ、いいね。アイス食いたいね。雪見大福とかね。ベタですけどね。死んだ手心、よしみじゃないよ。魔行なのですよ。面白いタイトルだね。まあ、85% 以上なんで。まあ、サクッとウミガメいきましょうかね。いや、スピード勝負ですね。いきましょう。謎解き、挑戦するをしてから。はい、2問目ですね。謎解きスタートです。作った方は、アカシアンさんですね。いや、この人はよくいますよね。すごい常連というか、なんだ。ウミガメのスープ、ラテシンの
なんだ、大御所的な感じなのかな。はい、失礼ながらあなたの目は点々点だって。まあ問題いきましょう。昼下がりのとある一軒家、一人暮らしの老人が胸を刺されて血だまりの中でこと切れていた。めっちゃ事件だね。殺害現場を確認した男、グラスの酒が美味しそうに見えたのでまだ犯人が近くにいるはずと推理した。殺人現場を確認した男、グラスの酒が美味しそうに見えたのでまだ犯人が近くにいるはずと推理した。どういうこと？確かに。男の推理の根拠を答えてほしい。質問数18。サクとミガメはミガメのスープを短い時間でも手軽に楽しんでもらうため少ない質問数で誘導を厚めに作成した問題です。ああ、なるほどね。質問していくうちにだんだん誘導をね、そういう作りもあるんだね。はい、まあ回答文見ちゃおうかな。あの穴埋めというかね。はい。のがいたため犯行からあまり時間が経っていないと考えた。何がいたんだ？ん？グラスの酒が美味しそうに見えたので、まあビールってことかな。泡が消えてないってこと？あー、まあ質問しなくても溶けちゃいましたね多分。まあ時間が経つとビールって泡消えるじゃないですか。そう。まあ消えてないってことはまだ近くにいるのかなって感じだよね、きっとね。いや、いい問題ですね。質問した方がいいのかな。まあ2問前はまあジョブ的な感じなのでね。ビールのな、2文字、あが残ってたかな。何文字だ、4文字ね。ビールの泡が残っていたため犯行からあまり時間が経ってねと考えた。なるほどね。確かに泡が消えたビールでなんかあんまり時間経ってんのかなって感じするよね。美味しくなさそうというか。確かに泡が綺麗に残ってるとは美味しそうと思えるかな。まあ、ビール自体あまり自分は好きじゃないんですけどね。まあ、自分のこと言うとあれなんですけど。まあ、見た感じ美味しそうかどうかって言ったら泡があった方が美味しそうに見えますね。はい、これでいきましょう。いや、質問してないですね。まあ、ジョブ的な感じでね。はい、正解です。いや、でもウミガメ的に質問した方が良かったのかな。なんか誘導を集めにって書いてくださっているのでね。まあ、とりあえず、はい。ひらめいたらまあすぐでもいいか。あんま気にしない方がいいかな。はい。解けました。1分56秒。3分かかっちゃった。まあ、解説してるからね。っていうね、言い訳をするっていう。47、いいですね。悪くないですね。あ、そうそう、こういう感想チャットがあるのがいいんですね。面白いですね。さっき見てなかったな。ちょっと。お、ドラえもん愛好家さんがコメントしている。ビールはグラスでも正解だと思います。ビール。グラスの泡が、まあ、確かに通じますね。酒の種類で5問使ってしまうと、サクッとにするのがかなりきつくなることがわかりました。次回。納得感の高いトリック、お見事。あ、いいですね。ベタ褒めですね。いいですね。いいよね、この、なんか、褒めるのが、なんか、あんまり好きじゃないみたいな人いるけど、なんか、魂胆あるんじゃないか、みたいな。まあ、単純に、まあ、気分がいいし、お互いね。お互いが、まあ、どうかわかんないけど、まあ、相手がそれで明るくなるのであれば、場の雰囲気明るくなるじゃない？まあ、人それぞれか。まあ、そう、それはそうなんだけど、まあ、私は褒めるのも褒められるのも肯定派ですね。はい。なんてね。はい、まあどうでもいいですね。はい、次行きましょう。両問題を探しましょう。はい、3問目ですね。 70% 以下のわりかし難しい問題いきましょうかね。バレンタインデーがある。まあ年末だけど、バレンタインデーはバレンタインに届けましょうかね。お湯はいらない、亀は知りたいだけ。うわー、気になるなー、面白そう。お湯はいらない、どういうこと？デスゲーム、シンプルなタイトルって目を引くね。しりとりから始めよう。ああ、これ面白かったね。まず。はい。70% 以下がないですね。あれね、被害者確保だって。いやー、どうしようかな。年末なんで、なんか縁起のいいというか、年末なんで、もうちょっと明るいタイトルがいいですね。はい、更新しました。何をしましょう。先に言おう。問題文よりタイトルの方が長い。ああ、そうなんだ。でも 68% だね。面白そうだな。まあ、縁起がよく、良いか悪いかって言ったら、まあ、どっちでもないけど。あなたに花をだって。いいタイトル。いや、でも正解率 37% ね。あまり低すぎてもね、なんか専門知識というか、まあ、知識ないと解けなかったりするからね。聞いて驚け、見て驚け。面白いタイトルですね。もうこれも一回やってみますね。どんな問題だっけな。だいぶ前にやった気がしますね。まあ3問目何しましょうかね。まあ 70% 以下で行くとは決めてるので。うまいハンバーグ、いいね。食べたいね。シーソー。命のご飯。なんか気になるタイトルだね。0から0までか。へえ、面白そうなタイトルですね。
わー、なんかすごいな。正解率 58% でクリア平均25分だって。ん？紙とペン推奨かもって書いてますね。計算問題？まあこれいきましょうかね。さあ今年最後の問題ですね。はい、いきましょう。ちょっと難しそうですね。面白そうですね。まあ挑戦するをしてから、はい、謎解きスタートです。作った方は月丸さんですね。紙とペン推奨かもだって。結構ややこしい問題かな。はい、問題いきましょう。皆さんはじめまして、月丸と申します。おー、自己紹介。初めて作った施策ではありますが、なんて読むんだこれ。楽しんでいただけると嬉しいです。さて、ここは私たちが住む世界と極めて酷似した異世界です。なんかナレーションみたいな感じでいいね。面白いね。文化とか地理だとか言語とかもほぼ一緒です。なるほどね。ですが、しかし私たちが住む世界とは決定的に異なる点が存在します。なんだろうな。私たちの世界の常識ではまるで考えられません。あ、まあまあまあ、言語とか、まあ、まあ地理とか文化とか言語は一緒だけど常識が違うと。ではでは、この異世界の住民から話を聞いて、それが一体どのようなものなのかぜひ確認してみてください。なんか面白い形式ですね。謎解きノベルゲームのような形となっています。物語としてスムーズに進行できるよう、質問者含めて登場人物は多少モラルが確定で言動することがあります。ドキュン発言みたいな、ご了承ください。基本的に物語としては登場人物すべてに話しかけることを前提として成り立つ構成にしています。あ、そうなんだ。もちろん物語のすべてを読破しなくても正解を導き出すことは可能です。だって。ん？これは何をすればいいんだ？ああ、まあ、決定的に異なる点を当てるって感じですね。なるほどね。私たちの世界の常識ではまるで考えられないので、まあ会話をしていきましょうかね。少女だって。話しかけてみる。ああ、いいね、 RPG っぽいね。こんにちはいいね、今年最後にいい問題ですね。あ、だからあれか、時間がかかってるのかな、クリア平均。はい、話しかけてみました、少女に。こんにちは、私に何か用ですかで、話を続ける。まあ、常識を探せだから、君の趣味は何かな。そこにいるのはお友達かな。兄弟や姉妹はいるの。お父さんやお母さんもいるの。少女だけど年齢が違うとか、何歳なのかな。少女とはいえ女の人に年齢を聞くっていうね。まあ、向こうもちょっとなんか異常らしいからね。まあ、人によるのかなちょっと失礼承知で年を聞いてみた。12歳だよ。あ、普通だね。でもいい質問なんだ。話を続ける。兄弟はいるの？あそこにいるのお友達かな何人かなみたいな話し方ね。まあ、子供に話しかけるときよくするけど、子供からしてみたらなんかバカにされてる感はちょっとあるよね。お、なんか特殊そうな会話ですね。お、なんか情報増えそうですね。そうなの、メガネちゃんって言うんだけど、これから一緒に遊びに行くの。いい質問。メガネちゃんが増えましたね。あー、こうやって登場人物をどんどん増やしていくのが良さそうな感じしますね。メガネちゃんに話しかけてみましょう。こんにちは。こんにちは。メガネちゃんはどこに行くのかな？知らないおじさんよ、逃げて。すごいね。なんかちっちゃい子に話しかけるってすごいよね。まあ、怖くてできないよね、こっちもね。なんかもう犯罪者に見られたら怖いしね。近くに親がいて、うちの子に何の用ですかみたいなのだったら、それはめんどくさいしね。怖いよね。なんか道端でもなんか、ちっちゃい子を なるべく近づかないようにしてる。だからビビって。そう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 。変質者だと思われたらね、あれなんだね。まあ、学校の噂になっちゃうしね。ちょっと怖いですね。はい。こんにちはです。うちに何か用意でしょうか？うちっていうタイプの人なんだね。はい。メガネちゃんで、ね、話を続ける。てかもうなんだろう。お父さんお母さんはいるのって質問してるこっちがなんか異常だよね。この質問者があれかな？常識外れてる？まあまあまあ、とりあえず。話を続けましょう。一緒に遊びに行く少女ちゃんとはいつ知り合ったの？これを聞いてどうするのって感じだよね。年齢は何歳なのかな？とりあえず歳を聞きまくる。なんか違うゲームになってんな。年齢は何歳なのかな？怖いねー。怖いわ。だって自分が子供で、まあ、ちっちゃい女の子で、なんか外を歩いてたらいきなりおじさんから、まあ、おじさんかわかんないけど、知らない大人から、君は何歳かなみたいな言われたら、キモってなるよね。怖すぎる。12歳なのです。あ、ちゃんと答えるんだね。偉いね。話を続ける。面白いな、この問題。話を続けましょう。お父さんお母さんはいるの？なんだろう、話を広げる？深掘りする？どうしよう。まあ、いつ知り合ったの？これを聞いたところで何なのって感じだけど。あ、あれかな？得意な点ってそれかな？知らない大人でもちゃんと答えるみたいな。それか？今年小学校で同じクラスになったのです。今年？12歳だよね。あれ？
あら、ちょっと話が。お父さんやお母さんはいるの？これいないって答えたらどうするつもりなんだ？怖っ。この質問者怖っ。登場人物というより質問者が怖っ。タイトルもなんか重要なんかな。0から0までって書いてあるね。お父さんかなり前に病気で死んでしまったのです。うわー、余計なこと聞いちゃったね。もっと話をする。なんかな、この子で話を広げてもいいのかな。そっか、お父さん病気でお母さんは、まあ、せっかくなんで聞きますか。メガネちゃん、メガネちゃんにバカ聞いてんじゃん。いや、話をどんどん広げてって登場人物を増やした方が良さそうな感じはするけどね。お母さんはお父さんのさらにずっと前に死んじゃったらしいのです。おいおいおい、気まずいぞ。いやー、かわいそう、かわいそうって言ったらあれだけど、大変な思いをしてるんだね。君の趣味は何かな。この話を聞いた後に。メガネちゃんどうせなら全部聞いてみるか。趣味を聞いて何なんだろうね。まあ、趣味から話題が広がったりもするからな。まあ、相手の性格というか好みから人物像が分かったりね。っていうね。何の話だろうね。うちはピアノを習っているのです。あとは作曲も大好きなのです。なんか普通だね。重要なのは、基本情報見てなかったね。気候ですか？年齢ですか？歴史ですか？性格ですか？ああ、こっから攻めてった方がよかった感はあるね。法律かな？まあまあまあ、異世界でよく、こっちの世界じゃありえないよ、みたいなね。法律だったり、バンバン。でも文化とか一緒なんだよね。地理とかね。いえ。まあ、法律は重要ではない。重要なのは、趣味ですか？ああ、なんか趣味の質問多かったね。これ聞いてみる？趣味が重要なのか？でもいい質問なんなかったな。回答の時ね。なんでしょうね。いや、面白いね。いい問題だね。趣味は重要ではない。重要なのは年齢かな。でも12歳で小学校で知り合ったみたいなね。12歳、まあ小学校。まあまあ転校してきたとかあるのか。なんだろうね。おー、年齢なんだ。はい、早速この世界の人たちに質問しに行ってみよう。まあ12歳でなんかあれだもんね。小学校で、今年小学校で知り合ったのですみたいなね。それかな答え。もうたどり着いた感じしない？ 12 歳から学校に通い始めるみたいな感じなのかな。この世界の和を過ぎるとがする。ん？なんだ？この世界の和を過ぎるとがする？成人？ん？なんだ？ちょっとよくわかんないね。まあ、少女について聞きますか。あ、メガネちゃんが消えた。趣味は重要ではないって言ってるから、お父さんお母さんはいるの？少女だけなんかあれだね。兄弟について聞いてますね。これいきますか。一人っ子、お兄ちゃんが欲しかったな。ああ、そうなんだね。兄弟が欲しかったね。話を続ける。しかもお兄ちゃんなんだ。妹願望？お父さんお母さんはいるの？あ、で、登場人物が増える。うちの子に何を話しかけてんのみたいな。え、うちの子になんか用ですかみたいな。怖いよね。まだ言うけどさ。二人とも向こうにいるよ。この少女もじゃん。お父さんについて話しかけてみる。向こうにいるよ。あ、そういうことか。びっくりした。天国にいるよかと思ったわ。あの世にいるよみたいな。向こうにいるよって近くにいるってことね。お父さん、こんにちは。お父さんに話しかけてみましょう。いいね。やっと登場人物が増えましたね。質問全部見てみる？まあまあまあ、最後だしいいかな。こんにちは。僕に何か用かな？僕とか言ってんね。なんか用かな？お父さんに話を続けると。また親を聞いてる。父親や母親いらっしゃいますか？年齢はおいくつですか？もう年齢が重要とか言ってたね。お仕事は何をされてるんですか？まあまあまあ。オーソドックスな会話ですね。あなたの趣味は何ですか？毎回聞いてんね。何歳だ？僕は26だよ。なるほどね。26歳で12歳の、なるほど。娘がいるってことは、14歳で子供を、なるほどね。じゃあ成人年齢が早いってことか。この世界の、大人？違うな。成人は、を過ぎると、5文字。が？え？なんだ？ちょっとまだよくわかんないね。若いね。12歳だよってことで、僕は26歳だよ。お母さんは？お母さんにも話しかけてみよう。こんにちは。こんにちは。あら、こんにちは。私に何かご用かしら？ご用っていいね。上品ですね。年齢はいくつですか？とりあえず年齢を聞いてみる。後ろにいらっしゃる女子大生はどなたでしょう？大学生。なんか登場人物が増えてんね。何歳だ？お母さんは？42歳よ。若く見えるかしら。歳の差すご。まあ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 、人それぞれだけど。すごいね。16歳差？で、お母さんの後ろの女子大生、新キャラですね。ちょっと新キャラを増やしたいんで、これについて聞いてみましょうかね。
もう質問数とかもうどうでもよくなってんね。いや面白いわ、ただただ面白いわ。で、私のママ友よ、これからショッピングなの。母親の見た目は若いんだ。あと母親ってか女性か。女子大生に聞いてみる。こんにちは。こんにちは。必ず挨拶を挟むのね。まあまあまあいいですね。礼儀正しいですね。こんにちは。私に何か用でもあるの？用でもあるの？言い方がちょっとトゲありますね。なんか用みたいな。年齢はいくつですか？とりあえず年を聞いてみる。これで50とかだったら面白いね。22。現役の女子大生だよ。若かった。つっちゃった。お子さん、ママ友ということはお子さんがまそうだよね。子供何歳なんだろう。22歳。22歳。ん？これで12歳とかだったら10歳で産んだってことだよね。そうだよ。このお母さんともお互い4歳の子供がいる時に知り合ったんだ。お互い4歳。女子大生。もっと話をする。なるほど。4歳の子供がいる時に何かきっかけ、まあまあまあ、深掘りしてもいいかな。同じ時期に子供に茶道を習わせようとして、茶道教室でね、もう8年前になるかな ?8 年前ということは12歳?今12歳ってことだよね。ってことは、10歳の時に産んだの?マジ?少女の時に産んだの?どういうこと?すごいな。この世界の、この世界の人は、10歳を過ぎると、体が成熟する？んじゃな。成人する？女性が、この世界の人々は、10歳を過ぎると、女性が成人するってこと？若いよね。だって10歳の時に産んだってことだよね。そんなことある？まあまあまあ、私たちの世界の常識ではまるで考えられませんだもんね。まあそういうことなのかな。あ、話続けようかな。趣味、まあ聞いてもしょうがないっていう感じだったもんね。なんか増えてね。随分と、親御さんの年齢が離れているんだな。心の声だけど。聞こえたりしてね。なんだろうね。まあ面白いんで、もうちょっと質問しようかな。良い質問ってこと？趣味、話を続ける。お仕事は何をされてるんですか？登場人物増やす？話を続ける。あそこで座ってる方はお知り合いですか？人が増えるね。まあ、せっかくなんで登場人物ちょっともうちょっと増やそうかな。いや、質問数がすごいことになってる。なるほどね。だからクリア平均が長いのね。なるほどね。はい。釣りに行く最中なんだ。彼はその仲間さ。釣り師だって。なんか釣り師って書くとなんか別のあれみたいだね。こんにちは。まあまあまあ、できる限り登場人物、まあ増やしてから回答しようかな。多分、女性が、まあ成人するのが早いんだよね。結婚が早い。まあまあ、どっちか。結婚できるタイミングが早い。こんにちは、俺になんか用かい？話を続ける。年齢、まあとりあえず年齢を聞く。まあルーティーンじゃないけどね。はい。俺は50歳だ。だがまだまだ若いやつには負けんぞ。ああまあまあ、釣りならね。釣り友なら、年離れてても。釣り師についてもちょっと聞いてみようかな。あちらのお父さんとはいつ知り合ったんですか？いや、面白いね。何回も言うけどね。まあ、今年最後なんだよね。これも何回も言ってるね。二人とも38歳。二人とも38歳の時だったな。船釣りイベントで仲良くなってんな。じゃあ、この26歳って、詐称じゃん。自称26歳そういうこと？どういうこと？なんで、年をごまかしてんだ、このお父さんは。二人とも38歳の時だったな。フルナズリーイベントで仲良くなってな。お父さんがなんか嘘ついてますね。もっと話をする。釣り師。38歳の時に知り合ったんですね。なんかごちゃごちゃしてきたね、これ。そうだな、もう12年も前だ。しかも、その時あいつの嫁さんが妊娠してるっていう話でよ。あんま話し合ってますね。10歳の時だもんね。あ、じゃあ、14歳か。10歳？あ、14でいいのか。26で。そうだね。12歳の娘がいるから、14の時に子供、まあまあ合ってますね。12年も前だ。しかもその時あいつの嫁さんが妊娠してるっていう話でよ。当時すでに俺にはガキがいたから、いろいろアドバイスしてやったってわけよ。なるほど。なんとなくが増えてますね。なんとなく分かってきたぞ。まあそろそろ答えに行っても良さそうですね。あ、だんだん若くなっていくってこと？
え、でも娘は娘なんだよね。で、12歳ね。うん。質問30回目ですね。なんとなく分かってきたぞ。点々点が多いね。ここまで分かったあなたは最終回答へ行こう。苦戦している人は最初に出会った家族の家にお邪魔して、少女の祖母、祖父祖母から話を聞いてみよう。最初に出会った家族の家にお邪魔してか。なるほど。ということは、少女、話を続ける。お父さん。まあ、父親、母親の話をすれば、家にいますよ、行きますかみたいな、なんのかな。ちょっとお邪魔しようかな。初対面で知り合った人の家に行くって相当だよね。すごいコミュ力でもないけどね。うん。あ、家にいると思うよ。すぐそこだから後で来るといい。いいね。基本情報かな。どっから行けばいいんだ。釣り師じゃないし、女子大生でもないし、少女話を続ける。まあ、母方も聞いてみましたかね。多分家にいると思うわよ。家はすぐそこだからよかったら遊びに行きなさいな。あ、どっちの家庭の祖父母がいるんだ。すごいな。大家族だね。あ、で、家が増えましたね。最初に出会った家族のお家に上がる。祖父と祖母を見つけた。行きましょうかね。40回ぐらい行くかな、質問数。どうだろう。まあでもこれで最後か。登場人物。最初に出会った家族のお家に上がる。祖父と祖母を見つけた。なんか RPG っぽくなってる。話を聞いてみよう。祖父&祖母。あ、まあまとめられてますね。話しかけてみる。こんにちは。これで質問。はい。こんにちは。あ、なんか重要な話題出てますね。そう、この世界、あれが途中で反転してますよね。あれが途中で反転してますよね。成人が、まあまあ、とりあえず。話しかけ、え？あなた方は夫婦なのですか？なるほど。男がだんだん若くなってて、女性がどんどん老けていくでもないけど。え？どうなんだ？お、なるほどね。そこにいたのは10代にも満たないであろう幼女と80代前後と思われる老紳士がいたのであった。あ、ん？ 12 歳。ん？ん？まあ、女性の、ん？逆転してる。え、少女が12歳でその母親は46歳。ん？待て。途中で、まあ、女の人が、まあ、だんだん若くなっていくのであれば、お母さんはもうちょっと、その少女より見た目若くなるはずなんだが、成人をしてきた、まあ、成人になって、まあ、大人になった時からまた若くなっていく？まあまあまあ、とりあえず、なんでしょうね。あれ？俺分かってない？改めて話を聞く。あなた方の子供はお父さんとお母さんのどちらですか？お父さん、なるほど。子供と大人が逆転してるってことか。で、子供を、自分の、なるほど。はい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 。だからお父さんが子供で、子供が お母さんとかお父さんなのか。子供が親で親が子供なのか。ってことか。あなた方の子供はお父さんとお母さんどちらですか？なるほど。確信ですね。これですね。そういうことか。やべえ。ってことはあれだね。質問、ここまで解かなきゃ分かんなかった感じじゃん。あらららら。まあまあまあ。まあ面白かったんでいいんじゃないですか。まあ、謎解き炎上勢なんでね。本気出してもうちょっとスピードを狙っていくならねっていうね。まあ、こういうのはいらないですね。はい。お母さん、私よ。うむ、この子が私たちの子だ。幼女。子だー。え？何これ？ん？あなた方の子供はお父さんとお母さんのどちらですか？あ、そういうことか。最初に聞いたあれか。そうかそうか。義理の、まあ、お父さんでもお父さんって言ったりするか。一緒に暮らしてたら。なるほど。で、お母さんの両親なのね。母方の両親ってことか。そういうことか。うむ、この子が私たちの子だ。幼女、子だ。いくつの時に産んだのですか？そろそろ回答言っても良さそうだけどね。ちょっと長くなっちゃったかな。まあまあ、これ最後にしようかな。いくつの時に産んだのですか？まあ、せっかく星マークがついてるのでね。老紳士、私が46歳、そして家内が48歳の時の子じゃ。そうだよ。つまりが増えてる。この世界では。年齢の流れが反転している人がいる。まあ最後の質問かな。まあこれ最後にしようかな。最後最後って言って。またなんかあったらあれだけど。まあ、とりあえず、はい。増えたんで しましょうかね。つまりこの世界では年齢の流れを反転している人がいる。老紳士。その通り、わしもあと12年で100歳になり折り返しに突入するのじゃ。寿命が尽きるまで残り半分の人生精一杯楽しんで生きるぞい。あ、ゾイ出た。この語尾好きなんだよね。ゾイって。まあまずいいとして。100歳で折り返し？何歳だっけこの人。80前後。まあ、12年で100歳だから、82歳か。人生の半分なんだ。すごいね。200、まあ現実世界、まあこっちの世界の、まあ、
あ、倍ぐらいって感じか、寿命が。いいな。そうだよね。人生200年ぐらいあったらね。もっとね。まあまあ、言っててもしょうがないですけどね。鍵となるワードすべて解放しました。最終回答へどうぞ。おー、いいですね。全部出し切りましたね。まあね、最後の問題なんでね。はい。回答がわからん。まあまあ、大体わかってはいるんだが。単語がね。この世界の人々は、100歳で折り返しって言ってたね。100歳を過ぎると、見た目かな？見た目？あ、じゃあ、年齢が逆転、じゃあ、反転かな？なるほどね。はいはいはい。100歳を境に、だんだんまた若くなっていく。って感じか。じゃあ、幼女ってことは相当あれだね。え？倍ぐらい年齢が違うってこと？まあまあまあ。はい。行きましょうかね。この世界の人々は、100歳を過ぎると、年齢ですね。年齢が反転と。いや、面白いね。面白い問題ですね。OK。行きましょう。この文を最終回答とする。何分かかったんだろうね。結構やってたね、これね。あれ？なんか違う。単語が違うね。反転じゃないかな？じゃあ。でも反転で書いてんね。あれが途中で反転します。あれ？見た目？見た目。ん？酔うし。年齢が反転するよね。人々が違うかな？ 100 歳を過ぎると年齢が反転する。この世界の〇〇は、この世界の年齢は、この世界の人々、人間、あ、人間か。人間でやってるかな？この世界の人間は100歳を過ぎると年齢が逆転すると。あ、反転か。反転すると。はい。あれ？なんか単語が出てこないね。なんだ？あれ違うね。あれ何が違うんだ？単語が違うけど。最初だけ違うんだよね。ちょっとなんか、ズルではないけど。どこの単語が間違ってるか調べたいんで。100歳。まあ、100歳は合ってるか。100歳を過ぎると、年齢が違うかな？なんだ？反転はまあでも14単語になるから、反転は合ってると思うんだが。ああ、そうだね。3個正解だから、やっぱ最初の単語が違いますね。まあそうだね。合ってるね。12年前で38歳で、今26歳だもんね。男女ともに、まあ年齢は反転してるね。なんだ？この世界の人々でも人間でもない。この世界の寿命？寿命だと5文字か。年齢でいいのかな？あららららら。この回答文で時間かかる感じね。はい。まあ、とりあえずこれでいきますか。あれ？なんだ？最初の文字なんだ？なんだ？最初の単語なんだ？この世界の、あれが途中で反転してますよね。まあ、年齢だよね。この世界の何？人間でもない。人々でもない。この世界の人々じゃない。人たち？人間でもない。ん？あ、人かどうかわかんないのか。ん？どうなんだ？この世界の、何でしょう。100歳を過ぎると、年齢が反転するは合ってるんだよね。最初の単語わかんねえな。なんだ？まあ、いいか、ヒント見ちゃうか。まあ、いいや。まあ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 。ヒント。最初のヒント。いろいろと表記の仕方があるので、答えを書きます。人たちです。人々じゃなくて人たち。まあ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 、曖昧単語ですね。はい。まあまあまあ。まあ、いいんじゃないですか？はい。年齢、あ、違う違う、間違えた。100歳を過ぎると、年齢、って感じにすると、2文字。反転。これですね。はい。はい、正解ですね。まあ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 、曖昧単語ということでね。はいはい。とりあえず、正解ですね。紙とペンがいるってそういうことね。年齢の計算ってことね。はい、解説いきましょう。この世界では人々の寿命は200歳と決まっています。あ、そうなんだ。医療の進歩した方向が私たちの世界とはまた違ったのでしょう。するとそう、人々は100歳を過ぎると年齢は反転し、1年間に1歳は若返り、あ、そうなんだ。最終的には0歳として寿命を迎えるのです。最後ちっちゃくなって消えていくってことなのかな。面白いね。年老いて体力の限界に迫った老人は、100歳を超えると成長の過程が逆転し、労働力として世界に貢献していた中年期、体力を持て余していた青年期、なんか面白いな、解説が。そして少年期、幼児期へと体は逆行していき、10代を切った最後の数年間は、徐々に200年間の記憶を失いながら寿命を迎えます。人生の終盤で再び青春時代を過ごすことができる世界。果たしてそれは羨ましいことなのか、寿命が200年ぴったりしかないと退屈と恐怖を感じることなのか。いいですね。SF 感があっていいですね。かっこ194歳とか書いてる。メガネちゃん188歳だったんだ。なるほど。
お父さんが174歳。あ、折り返しでってことか。うん、なるほどね。釣り師は50歳、女子大生は178歳。まあだからママ友ね、年齢差がすごいね友達だとしても、うん、まあまあ年は関係ないか。老人氏は本当に88歳で、うん、幼女祖母倍ぐらいあんだね、やっぱりこの夫婦ね。194歳なんだ。あと6年でお前ともお別れじゃ寂しくはないのかの。ああ、そういうことか。必ず自分の年、余命みたいなもんだよね。なるほどね。自分の年、なんなんだろう、残り時間が分かっちゃう感じなのか。いや、それはそれで確かにあれだね。ああ、まあまあまあ。なんか年取ってはもうすぐなのかなっていう、いつの間にか、うん、目を開けなくなるみたいな。じゃなくて、まあ、はっきり決まってんだね。ちょっと怖いかもね。うん、まあまあまあ、どうなんでしょうね。あと6年でお前ともお別れじゃ、寂しくはないのかの。うんうん、全然寂しくないよ。6年なんてまだ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 ずーっと先のお話だもんね。そうか、若いっていうのは素晴らしいものじゃな。あー、なるほどね。ちっちゃい子供の1年ってなんか結構大人の何倍だっけ、感覚が長くなったりするもんね。なるほど。いやー、ウミガメの締めくくりに、まあ、今年だよね、締めくくりにふさわしい問題でしたね。はい、39分21秒。203位。あ、でも半分ぐらいか、いいんじゃないですか。いや、面白かったですね。早い人で28秒、すごいな。どうしたんだ。うん、とりあえず埋めてみたら当たった感じ。ウミガメのスープの質問形式ではありませんが、こういう形式もいいと思います。いい、そうだね、面白かったね。いや、面白かったですね。不思議な世界観ですね。答えが分かると問題のタイトルも伏線だったのかと膝を叩かされました。答えの1つ目、人たちがなかなか出ず人間人々とか打ち込んで首をひねっておりました。こういったワードも OK にしたもよかったかなと感じました。まあまあ曖昧ワード程度だね。とても楽しかったです。出題ありがとうございました。いやー、そうだね、楽しいね。この発想が出るなんて天才が。確かになんか他の人もなんか人たちがなかなか出てこないが結構 いたみたいですね。うん、パズルを解いてるかのような気分になりながらも決定的に違う世界観を見た気分です。確かに小説読んでるかのようでとても楽しかったです。老人誌のセリフがグッときます。ご出題ありがとうございました。うん、そうか、若いというのは素晴らしいものじゃな。確かにね、いつまでも若くいたいよね。0から0まで。いやー、このタイトルもいいね。そういうことね。はいはいはい、確かにタイトルも伏線になってんね。これ全体評価かな。まあ、全部いいね押したいね。いやー、面白かったですね。はい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 。はい、ということで、まあ、今年最後のウミガメでした。皆さんいかがだったでしょうか。まあ、来年もね、まあ、毎回3問ずつやってるんですが、1問ずつで毎週やるとかでもいいのかな。まあ、とりあえず、まあ、ウミガメは来年も続けましょうかね。はい、まあ、楽しんでね。まあ、謎解きといえばね、ウミガメってところもあるよね。ってね。まあ、個人的にね。はい。ということで、はい、今年の最後ですね。まあ、皆さん、年末年始、はい。まあ、のんびりしたり、楽しんだり、まあ、いろいろあるとは思いますが、はい。まあ、良いお年をって感じでね。はい、また来年もよかったらよろしくお願いします。まあ、よかったらね、登録まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで、まあ、今年最後のウミガメのスープでしたね。はい。まあ、また来年もよろしくお願いします。はい、ノラでした。またね、良いお年を。